それでは、Unity アセットストアを使って、無料でワールドをカスタマイズというのをやっていこうと思います。上のですね、ウィンドウからアセットストアというのを押してください。そうするとですね、このシーンのところにですね、新しく右側にアセットストアというタブが追加されました。このページ拡大しますね。この画面の右側にですね、マキシマイズ、最大化というですね、ところがあるので、こちらクリックすると画面が大きくなります。そうしましたら、まずはですね、空の色を変えようと思います。スカイボックスというのがですね、あるので、こちらクリックしてみましょう。いろんな空がありますね。この中で無料のをまず使おうと思います。今、ソートバイポピュラリティとなっているんですけど、こちらをですね、プライス、カッコ、ロウトゥーハイにしていただくと、無料のからですね、順番に見ることができます。無料のだけでもこんなにいろいろと空が選べますので、本当にいろんな世界観が作れるかなと思います。今回はこちらのスカイボックスシリーズフリーというのをですね、使ってみようと思います。1、2、3、4、5。このように10個の空がすでに用意されていて、はい。結構綺麗なので、こちらをですね、使ってやっていこうと思います。これとかすごく綺麗ですよね。これをですね、Unity の画面で開いていこうと思います。こちら、インポートっていうボタンを押していただくと、このような画面が出てくると思います。そうしましたらですね、もう右下のですね、こちら、インポートというのを押してください。もし使うのが決まっている場合は、これ全部インポートする必要ないので、こうチェックを外していただいて、使いたいのだけインポートすることもできますが、今回は一旦全部クリックしてインポートをしてみようと思います。もしインポートがなくてダウンロードとなっている方もいるかもしれません。その方はですね、一旦ダウンロードをしてからインポートをしてください。インポートが完了しましたら、右上のですね、このマキシマイズを取ってあげると、新しくですね、このプロジェクトの中のクラスター VR の下にですね、スカイシリーズフリービーというのがですね、新しく加わっているかなと思います。で、ここのいろんなですね、マテリアルが今用意されているので、これらを使いたいので、アセットストアではなく、シーンの方に戻っていただいて、このマテリアルをですね、ドラッグ&ドロップで空に持ってきてみましょう。はい、そうするとですね、このような感じで空をつけることができます。他にもですね、いろんな空が用意されていて、例えば、ダークストームだと、このような感じで、ちょっと暗い感じにもできますし、アンダーザシーというのをですね、使うと、このような感じで、水の中にいるような空間も作ることができます。どうでしょうか？すごく簡単に雰囲気を変えられますよね。このアンアースリーレッドだと、ちょっと世紀末的な感じのワールドを作ることもできたりします。いかがでしょうか？次はですね、木とか草とかのですね、アセットも他にもあるので、いろんなアセットを組み合わせて、もう少しワールドを変えてみようと思います。それでは引き続きよろしくお願いいたします。ハローグーテンターク。私、中条孝之と申します。この講座では、ゲームエンジン Unity を使ってクラスターのワールドを作っていきます。Unity で 3D の空間を作ったら、メタバースプラットフォームクラスターでワールドを公開してみましょう。スマホでこの公開したワールドに入りますと、このようにアバターで入ることができます。そのアバターはスマホで作ることができます。またその作ったアバターでワールドに入ってですね、ぜひコミュニケーションもしてみましょう。例えばチャット画面で初めましてと言うと、初めましてということができ、もしかしたら他のユーザーもですね、初めましてと言って歓迎してくれるかもしれません。私、中条孝之と申します。ぜひですね、この講座を使ってメタバースの空間をですね、作ってみてはいかがでしょうか。次の世界を作るのは君だ。ぜひ Unity 入門クラスター講座ご受講くださいませ。このチャンネルでは毎週金曜18時にプログラミングやテクノロジーが学べる動画を配信しています。毎週月末の金曜18時にはテーマを一つ決めてライブ配信もしています。知識が全くなくても動画の通りに行えばプロトタイプが作れたり、作ったプロトタイプを実際に発表する場を設けたりしています。
また現在は海外に住んでおりますので、現地に住んでいる人を仲間にして短期間でその仲間たちとプロトタイプを作り発表したりもしました。それから豪華なゲストをお呼びしてインタビューを行ったりもしています。 TSFCM テックスクールフォーチェンジメーカーズも運営しています。詳しくは概要欄の公式ページをご確認ください。最後にチャンネル登録といいねを忘れずに。ご視聴ありがとうございました。